ジニアリング系のサイト等で紹介されていたもので、日産自動車が1983年、昭和58年に第25回東京モーターショーに出品した日産 NRV-II の内装が写された1枚です。B11 型サニーをベースとした1台で、多層型プラスチック燃料タンク、樹脂材料を活用した軽量化、メタノールターボエンジンの搭載など、当時最先端の技術が数多く盛り込まれていました。外国人に驚きを与えているのが、その先見性。全体的に、スタイルなどは時代を感じさせるものの、ナビが搭載されていたり、ハンドルにコントロールボタンがついていたりと、最新の自動車とほとんど変わりがない作りになっています。投稿には多くのコメントが寄せられていましたので、一部をご紹介します。海外の反応。基本的には、テスラのアンティークって感じだな。国籍不明。衝撃的なくらいにモダンだわ。今じゃ、ナビは、ほとんどの車に搭載されてるもんね。メーターとかがデジタルだし、ハンドルでいろいろ操作できるし、パワーウィンドウも搭載されてたのかな。カナダ。最近の車とほとんど同じじゃん。もちろん、デザインの様式は違うけどさ。オーストラリア。あるいは、現代の車は、この車を元にデザインされてるのか。カナダ。超クールだと思ったのは俺だけじゃないよな。このレトロ感がたまらん。バックトゥザフューチャーの世界みたい。アメリカ。かなり衝撃的だった。だって、アイデア自体は、今のとかなり近いもん。オランダ。確かに、内装のアイデア的には、最近の車に近いけど、マニュアルの転化がずっと続くと思ってたのね。ニュージーランド。ちなみに、GM が1988年に作った車の内装がこれ。カナダ。デザイン的に、最新の車と比べてもいい方だろこれ。オーストラリア。実際に1983年に市販化してたら、今でもずっと走ってると思うわ。何と言っても、日産が作った車だし、イギリス。母、最新式のテスラのインテリアなんてこれだぜ。アメリカ。日本はいつだって世界の先にいたってことがわかりますね、チェコ。今乗ってる家族用の車よりも先進的なんだが。イギリス。シガーライターが取りやすい位置にあるのが、すごく時代を感じさせていい感じだね。オーストラリア。もちろん、スタイルは現代のものとは違うけど、びっくりするくらい最近の車のインテリアと一致してる。アメリカ。あんな未来的な車が1980年代にあったのか。イギリス。だから、人は日本を愛さずにはいられないのだよ、シリア。テスラのデザインが良いと言ったが、あれは撤回する。日産こそ最高の車を作るメーカーだ、イギリス。装備とか配置とか、今の日産と変わらんな、イギリス。かなり、時代の先を行ってたね。日産には未来が見えてたのかもしれない。レバノン。なんだよ、この生かした車。どこに行けばゲットできるんだ。アメリカ。30年前の方が、人類は、未来を見通せてたのな、オーストラリア。こんなのが、1983年に作られたって嘘だろ？そうなんだろ？アメリカ。今の自動車の内装と、かなり近い。ナビがビルトインだったり、デジタルメーターだったり、ハンドルにコントロールボタンがついてたり。イギリス。どういうことだよ、ギアがマニュアルじゃん、マレーシア。欧州じゃ、今でも、日産の車は、ほぼマニュアルだぞ。イギリス。80年代に、こういうアイデアが提示されていたのに、それでも、自動車メーカーは、90年代には、進化を止めていた。進化よりも、利益を取ってたからね。メキシコ。未来を見据えるっていうのは、こういうことだよな。オーストラリア。まあ実際、日産は、今世界最先端のメーカーになってるし。アメリカ。1985年の日産 GUEX なんか、ほぼ今と変わらん。イギリス。当時としては、これは完全に革命的じゃないか。フランス。
30年前にしてはかなり良い未来予測だったが、フランス、時代を超越してるし美しいとも思う。運転してて退屈じゃなくて不便さも感じないようなら、別にこれに乗り換えても全然いいくらいだ。フランス、新しいと思ったものでも必ず先にやってる人がいるんだね。イギリス、日産の未来予測はほとんど外れてないね。実際、あの当時にこれだけ今に寄せられたのはほとんど信じがたいくらいにすごいことだよ。イタリア。